はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは長崎駅の新幹線ホームです。今回は長崎から西九州新幹線かもめとリレーかもめに乗車し、博多を目指します。新しく2022年9月に開業した西九州新幹線の車窓を楽しみながら、九州で大人気の駅弁についてもご紹介しますので、最後までぜひ見ていってください。それでは早速乗っていきましょう。まずは新幹線に乗車するために一度改札を出たいと思います。実は先ほど博多からリレーかもめ、西九州新幹線かもめと乗り継ぎ長崎にやってきました。14時28分に長崎に到着しましたが、14時41分発のかもめ36号博多行きに乗車します。長崎の滞在時間はわずか13分です。時間もないので早速ホームに上がります。西九州新幹線の車体は東海道・山陽新幹線でも使われている N700SK の車両です。車体にはかもめ号のエンブレムやひらがなでかもめの文字も描かれていて、とても個性的な車両になっているかと思います。案内表示には博多と行き先が表示されていますが、この車両自体は博多まで行かず武雄温泉までとなります。早速乗車しますのは2号車。車内はすでにほぼ満席となっています。着席しましてすぐに出発となりました。車窓からは長崎駅前の工事の様子と長崎らしい起伏のある地形を眺めることができます。中心地の近くの斜面にこれほどまで住宅地があるのは全国的にもかなり珍しいのかと思います。車内の案内表示も N700SK と同様に液晶ディスプレイとなっています。肘掛けの下には2つのコンセントがあり、左右の座席でそれぞれ1つのコンセントが使えるようになっています。同じく肘掛けの部分にリクライニングのボタンがあり、その上の実際に肘を掛けるところから折りたたみ式のテーブルが出せる構造になっています。まもなく最初の停車駅の諫早に到着です。諫早市は長崎県において長崎市、佐世保市に次ぐ3番目に人口の多い地域となっています。諫早を出ますと次は新大村に泊まります。先週アップしました西九州新幹線の動画において、西九州新幹線は長崎から武雄温泉まで全ての列車が全ての駅に泊まるようにお伝えしてしまいましたが、この後泊まる新大村と嬉野温泉については通過する新幹線があります。その旨をコメント欄にて訂正のコメントとしていただきました。コメントをくださった方にこの場を借りてお礼をお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。まだまだ不勉強なところがありますので、動画の情報に誤りがありましたら、ぜひコメント欄から教えていただけますと幸いです。そして新幹線は新大村に到着。新大村を出ますと嬉野温泉へ向かいます。西九州新幹線はこのようにトンネルに入ることが多く、全長66キロ。約30分の行程の中で31箇所トンネルがあり、約 61% がトンネル区間となります。そして嬉野温泉を経由しまして、次は乗り換えを行います武雄温泉です。武雄温泉に到着しました。武雄温泉は先ほど経由しました嬉野温泉とともに佐賀県が誇る温泉街です。あまり人も多くなく、とても静かで落ち着いた入浴ができるそうです。向かいのホームに停車しています黒い車両が特徴的な787系リレーかもめ36号に乗って博多を目指します。乗車しますのは2号車。どこかレトロな雰囲気を感じることができる車両です。これまで何回か787系の車両に乗ってきましたが、その際にはあまり気に留めていなかったのですが、前の座席の上部にチケットを入れるところがあります。昔は車掌さんの切符確認が当たり前のようにありましたが、その際にもし寝てしまっていても、ここに入れておけば確認をしてもらえるように作られたチケット入れのようです。新幹線と比べるとかなり大きな窓から景色を眺めながら、次の停車駅佐賀駅に向かって進んでいきます。車窓からは収穫間近の稲、田園風景が広がります。
そして奥からは JR 長崎本線が合流してきました。武雄温泉を出発してからこれまでは佐世保線を通ってきましたが、まもなく通過します江北駅以降、鳥栖駅までは JR 長崎本線を通って進んでいきます。ここでお待ちかねの駅弁をいただきます。博多駅にいて事前に購入していました東筑軒の柏飯、もともとは北九州の折尾駅にて販売をされていた駅弁です。柏飯というものをなかなか聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、柏飯とは鶏の炊き込みご飯のことで、九州山口の郷土料理です。 JR 九州管内では様々な駅弁屋さんで柏飯を販売しているように、九州地方では一般的な食べ物です。蓋を開けますと、ご覧のように鶏の出汁で炊き上げたご飯の上に鶏肉、卵、海苔を斜めに乗せている美味しそうな柏飯弁当が登場します。柏飯弁当の中でも東筑軒では様々なこだわりがあり、ホームページにて記載がされておりましたので、そちらもぜひご覧いただければと思います。概要欄にリンクを記載しています。それではいただきます。まずは付け合わせの昆布、煮豆、漬物からいただきます。煮豆はあまり好きではなく、少し抵抗があったのですが、ほんのり甘くとても美味しいです。昆布と漬物もとても美味しく、柏飯に合いそうな味です。では柏飯をいただきます。ご飯に鶏の出汁がしっかり染みていてとても美味しい。ご飯は九州山口産のお米を使用しているそうで、まさに地産地消ですね。駅弁を頬張っているうちに到着しましたのは佐賀駅です。佐賀県の県庁所在地のある佐賀市の代表的な駅で、特急列車を含めて長崎本線を通る列車は全て停車する駅です。佐賀駅を出ますと次の停車駅は新鳥栖駅です。私は引き続き東筑軒の柏飯弁当を食べ進めていきます。柏飯弁当は東筑軒だけではなく他にも販売がされており、この後停車する鳥栖駅の中央軒、北九州は小倉駅の北九州駅弁当など、九州内で様々な駅で販売されていますので、食べ比べてみるのも面白いかと思います。あっという間に平らげてしまいました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。そして列車は新鳥栖駅、鳥栖駅と経由し、ここからは博多駅に向かって鹿児島本線を進んでいきます。少しずつ集合住宅が多く見えてきまして、佐賀県から福岡県に入ってきました。次の停車駅である終点の博多を目指して進んでいきます。列車はスピードを落としまして、商業ビルと九州新幹線の線路を眺めながら博多駅に入っていきます。博多駅に到着しました。787系の車両にはこの旅では大変お世話になりました。今回は西九州新幹線かもめ、リレーかもめに乗車し、長崎から博多まで移動をしました。新幹線や特急列車から見える車窓を楽しみながら駅弁を食べ、気持ちもお腹も大満足です。次回の動画では福岡グルメ編として、福岡の隠れ名物であるうどんを食べ歩きましたので、そちらの動画もぜひご覧ください。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。